おー、すはごい、いいい。ですね。白浜TV、浜ゆっこです。秀幸です。今日も夫婦でお得な情報をお伝えしていきます。今日は楽天カードで毎月5万円積み立て投資したらどうなるのか、6ヶ月目の報告です。はい、またまた公開していきましょう。でこれ2回目ですね。まあいろいろ説明すると、浜ゆっこは楽天カードで毎月5万円を投資しております。楽天証券を使ってですね、投資をしております。で積み立てNISAの制度を使ってやってまして、でこれをね、毎月毎月どれだけの結果に、どういう結果になっているかっていうのを公開していってます。はい、前回の結果を見てみましょう。はい、前回の結果はこれです。282,663円の評価額となっていて、プラスの32,363円になってました。でここから現在どうなってるかっていうのを見ていきましょう。はい、はい、でこれが現在の評価額です。345,696円プラス45,296円となっていて、プラスの利益が1万円ぐらい増えてますね。おお、すごい、はい、いいですね。なので、はい、いいですよ今は。うん、いいですね、いい調子だ。ちょっと細かく見てみるとこんな感じで、うん、特定口座の方が評価額が38,833円でプラス5000円ぐらいで、積立NISAの方が306,863円の評価額となっていて、4万円ぐらいのプラスとなっています。で合わせて45,296円のプラスですね。うんうん、いいんじゃないですか。いいね、先月に引き続き上り調子ですね。ね、いいですね、うんうん、いいね。でね、こんな感じで見せてる理由がですね、なんか投資って怖いなとかいう人向けにちょっと公開したいなと思ったんですよ。で、まあ、僕ら的にやっぱ老後って不安なとこあるじゃないですか、うん、なので少しでも今できることをしようということで、余ったお金というか余剰金で僕らはこんな感じで投資をしております。でね、浜ゆっこの証券口座では eMAX Slim 全世界株式かっこ日本除くというのを投資しています。これってさ、今のところプラスじゃない、うん、でもなんかいろいろさ、時代が変わればさ、ちょっと下がってきたりマイナスになることもあると思うんだけど、そういう時でも気にせずって感じなのかな、うん、そうですね。気にせず投資、まず投資するときにそれをどういう目的でするかっていうのがやっぱ一番大事だと思うんですよね、うん、例えばそれをもう買ってちょっとでも上がったらすぐ売ってやろうみたいな考えなんだったら、まあ、それでいいと思うんですよ、うん、でも僕らはそうじゃなくて、これ老後のお金にしたいと思ってるんですよね。ってことは、まあ、20年か30年後とかじゃないですか。なんでこれは30年後に勝ってればいいんですよ、うんうん、なのでまだね、ほんと30年後のうちのほんとまだ数年じゃないですか僕ら、うんうん、まだまだ時間はあるんで、その30年ぐらいの時間をかけて上がっていけばいいなと思っております。なので少しぐらい下がっても全然大丈夫です、うんうん、イメージとしては上がったり下がったりしながらも緩やかにこう上がっていくっていうイメージを持ってるのかな。そうやね。で、まあ、なぜそう思ってるかっていうと、うん、日本の人口は減ってるじゃないですか、うん、減って、これから減っていくと思うんですけど、世界の人口はこれからも増え続けるんですよね、まだまだ当分は、うん、で、人口が増えていけば増えていくほど、やっぱこの経済活動の域が広がっていって、うん、で発展していくんですよ、うんうん、なので全世界の人口が増えていくってことは、これからもまだ全世界的にはまだ成長する余地があるのかなと思うので、そこにかけているって感じですね。うん、そうです。そうかそうか、だから日本の族なんだ。まあまあそうだね。ちょっと悲しいけどね。うん、まあまあこれはね、どっちでもいいと思うんだけどね、うん、でも一応日本は世界で 2番目ぐらいの市場なんで、うん、外すのはもったいないっていう
意見もあると思うよ。うん、そっかそっか。うん、本当に、うん、もったいないと思う。日本で結構曲がったりもしてるから、それを取りこぼしてるからね、俺らは。そっかそっか。うん、まあでも何度も言うように、俺らは30年後を期待してるんで、うんうん、30年後に、上がってることを、うん、期待してるから、その時30年後にね、日本の人口が増えてるかなと思うと、多分すごい減ってると思うから、うんうん、まあ一応外したって感じかな。うん、そっかそっか。うん、まあそれにほら、俺ら円持ってるからね、日本円持ってるから、うんまあ、まあ別に、うん、ここでは外してもいいかなと思って。そっかそっか。うん。という考えから、のぞく日本にしております。うん、いやー、投資って怖いイメージだったけど、まあもちろんさ、下がっちゃうこともあるから怖い可能性もあるんだけど、うんまあ銀行入れとくより全然いいねこの結果を見たら。まあね、うん。うん、であとね僕らは余剰金でやってるんですよね。うん。現金も一応ちゃんと抑えてて、うん、でもしこの投資してるお金が全部なくなったとしても、なくなってで僕が仕事をなくなって会社クビになっても、まあ数ヶ月は生きていけるぐらいのお金現金は一応ストックしてるんですよね。うんうん、まあそれがあるんで。まあそこまで怖くはないって感じですね、うん、まあ確かにねなんか預金全部こう突っ込んじゃって人生かけちゃうって感じだったらちょっと怖いかもね、うん、ね、うん、ハラハラしちゃうね、うん、まあ大体ね、うん、半年生きていけるぐらいのお金があればいいって言われてます。うん、うん、貯金は？うん貯金、うん、現金がね現金がね、うん、うんうんそっかそっかうーんそっかこれを見てね投資やってみたいなと思ってくれる人が出てきたらいいね。ね。うん。まあ知った方がいいと思うんだよね。どうせ余ったお金なので、うんうん、なんかそれを使う用事があるなら残しておくべきだけど、うんうん、これから結婚するとか、車買うとか、うんうん、ね、なんかビジネスしたいとか、うんうん、そんならもちろんそっちにお金使ったらいいと思うけど、まあ、そういうわけでもなくて、お金がね、もうなんか溜まってき始めたら、うんちょっとね、次は投資にちょっとお金を回してもいいんじゃないかなと、うんうんうん、思ってます。うん。はい。そんな感じです。白浜 TV、浜井子と秀幸がお送りしました。チャンネル登録、そして高評価ボタン、よろしくお願いします。またねー。